皆さんこんにちは、わたがしです。今回はですね、重要なお知らせがありますので、この動画でね、伝えたいと思います。で、結論から言わせていただくんですけれども、この YouTube チャンネルですね、パチプロ&投資家わたがしの YouTube チャンネルを、休止させていただこうかなと思います。まあ、本当にね、楽しみに、私の動画待ってくださる方々が多かったし、わたがしさんのパチンコの動画いつも楽しみに見ておりますとか、わたがしさんのトークが大好きですとか、言ってくださる方が多くて本当に嬉しい限りではあるんですけれども、まあ、ちょっといろいろな理由によってですね、更新することができないということで、はい、メインチャンネルの方は、休止させていただきます。ただ完全にやめるっていうわけじゃないので、またいつか戻ってくるとは思うんですけれども、チャンネル登録を解除せずにですね、待っていただければと思います。で、仮想通貨チャンネルの方と、あと、わたがしサブチャンネルの方はですね、これからもどん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 更新していきたいと思いますので、まあ、パチンコネタとかもね、今後はサブチャンネルの方になるのかなと思うんですが、まあ、メインチャンネルみたいにね、更新していかないんですけれども、まあ、ちょっとラフな感じで、サブチャンネルの方をね、これから更新していきたいと思いますので、まだね、チャンネル登録してくれていない方、そしてこれからも、私の動画を見たいと思ってくださる方は、わたがしサブチャンネルと仮想通貨チャンネルの方もですね、チャンネル登録していただけると嬉しいです。で、概要欄のね、一番上に仮想通貨チャンネルと、わたがしサブチャンネルというものをね、リンク2つ載せておきたいと思いますので、登録してくれていない方は、登録ね、よろしくお願いします。で、まあ、どういった理由があったのか、なぜ休止しなければならないのかということで、まあ、理由は深くは言えないんですけれども、まあ、私自身が、ちょっとまあパチンコと距離を置きたかったっていうのはもちろんありますし、それ以外ではですね、まあ、メインチャンネルの方過激な動画を出しすぎていたので、いろいろなところからお叱りを受けているっていう感じになりましてですね、今結構、まあ、やばい状況でもあります。まあ、笑ってはいられないんですけれどもね、そういった理由がありまして、ちょっとメインチャンネルは休止させていただきます。で、まあ、私 LINE アットもやってるんですけれども、パチンコ LINE と、バイナリーオプションの LINE と仮想通貨の LINE ですね、まあ、細かいものを上げればまだまだたくさんあるんですけれども、それらすべてですね、もちろん生きてますし、連絡いただければ私が返信させていただきますので、何でもね、気軽に、言っていただければと思います。こちらにですね、パチンコの LINE を載せておきたいと思います。はい、こちらです。まあ、登録方法この3つなんですけれども、こちらもね、概要欄に、貼っておきたいと思いますので、今のうちにですね、パチンコの LINE に登録していただけると嬉しいです。で、バイナリーオプションの LINE もですね、これから投資始めたいとかね、投資で稼いでいきたいと考えてくれている方は、こちらからですね、連絡をいただければ、バイナリーオプションの質問にお答えさせていただきます。というわけで、ちょっと今回は短いんですけれどもね、皆さんに重要なお知らせということで、まあ、突然の報告になってしまって申し訳ないんですけれども、まあ、しばらくですね、メインチャンネルの方の動画休止させていただきます。まあ、最初の方にも言ったんですけれども、わたがしサブチャンネルと仮想通貨チャンネルの方はね、これからもどん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 更新していきたいと思いますので、まだ私のね、動画見てくださる方とか興味を持ってくれている方は、そちらにもね、登録よろしくお願いします。というわけで、最後までね、ご視聴いただきましてありがとうございました。